ABCDEFG。 宮古島着きました。天気最高。そして今からバス乗りたいと思います。向こうでバス、シギラリゾートまでのバス予約チケット、はい、ちょっと待って、ペイペイで買えたバスチケット、シギラリゾートまで1000円1人。感じになった。これで750円プラス200円、950円で、ベイビーはこういうね、すき焼き風ご飯と普通の私のご飯を混ぜてあげてます。これは？これも食べる。
これはチキンと卵とじ。うん、ちょっと取ろうか。ぶちだろう。バー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 。はい、マリアベイサンズっていうところの隣にいるロベルトハーバー。ロベルトソンハーバーっていうところがあって、そこで今日から、昨日から4日間泊まっています。でちょっと部屋を紹介したいと思います。私たちが泊まったのはこれですね。7階、最上階とリクエストして一番上に泊まりました。でベビーがいるから、で、まあ、こんな感じで風通しのいい廊下、周り畑しかないでは覗いていきたいと思います。ティン。はい、ちょっともうベビーカー中に置いてて、でこんな鏡です。でなんかマンション系、なんか 1LDK っぽくなっていて、一応こうガスコンロもあって、だから私たちこうやって砂糖のご飯持ってきてます。食器も全部あるし、ポッドもある。でこっちは洗面台で、トイレとお風呂が一緒になってます。一応バスタブがある。でこっちはなんかこう服をかけられるところもあります。で洗濯機もあるので、私たちが洗剤持ってきてます。で小さな冷蔵庫もある。電子レンジもある。でこうやってベッドが2つあって、もう一応ベビーベッドは借りましたが、子供がめっちゃ泣いてここには入らなかったので、ここで布団を敷いて寝かせてます。テレビがあって、よいしょ。これも昨日海入って干してます。で一応、こうもある。で外はこんな感じのビュー。素敵。そう、ここ夜星見るのがすごい綺麗。いやー最高。で朝食会場はそこです。めちゃくちゃ綺麗。そっちはマリアベイサンズで、この隣はロベルトソンハーバーになっています。ちょっと訂正、ブリーズベイマリーナでした。マリアベイサンズはシンガポールブリーズベイマリアがあって、でこっちはロベルトソンハーバーになっていて、でロベルトソンハーバーはどっちかというとコンドミニアム形式で、こうさっきも見せたようにキッチンもあって、洗濯機も冷蔵庫も置いてあって、まあ、子供連れにはこっちの方があの音がなんていうの暮らしやすいかなと思ってこっちを取りました。でもそっちの方が新しい、綺麗。こっちはちょっとなんかボロいけど、まあ十分いい。で、朝食会場は一緒になっていて、でプールはこっちにはマンスリーマンションみたいな感じになってるからなくて、プールは向こうのプールを使ってます。で、まあ、大体徒歩、まあ、見えるように徒歩圏内だし、一応プライベートビーチはこう共有しているから、まあ、大きなリゾートですね。まあ、そもそもここ全部シギラリゾートになっていて、まあ、結構大きいから中はシャトルバスが出ています。そんな感じです。では外からこんな感じですね。あそこはプリンスベイマリーナだっけ。でこっちはロベルトソンハーバー。でこれ今ビーチに来たんですけど、まあ、ちょっとまだ朝8時半でちょい寒い感じかな。でもまあ水はもうまあまあ暖かい。結構透明度もすごくてこんな感じ、綺麗じゃないですか。で結構暖かい、生ぬるい感じ。多分昼過ぎには
入る人が多くなってくると思います。こんな感じ。あ、でタオル、あの毎日変えてくれるみたいなので、そこ便利。なんかタオルとかは持ってこなくてもいい。で、これビーチタオルもそうだし、普通のお風呂のタオルも変えてくれます毎日。なのですごい手軽に身軽に行ける。プールの近くにこんななんか読書できるスペースもあります。これ自由に撮れるの、いろんな本を見てこうやって読んだりして。はい、ありがとうございます。パッションフルーツジュース、酸味がめっちゃある